僕の名前は雪森。今僕はとても怯えている。あいつがいる、あいつがいる、怖い、誰か助けてくれ。と、ぶつぶつ言いながら布団の中でガタガタしていると、突然部屋の郵便受けが開く音がして何かが入れられたような音が部屋の中にこだました。今度は何だ？と思い、僕が玄関の方にいるとそこには郵便受けからこっちを見ている小石がいた。小石は、ねえ、ここを開けてよ。こんなに小さなところは通れないよ。と言いながらこっちを見つめてくる。僕は、うわぁ。と言って玄関とリビングの間にあるドアを閉めた。なんでこんなことになってしまったんだ？僕と小石はもともと家が近くて、小学校からずっと同じ学校で仲が良かった。まあ言ってしまえば幼馴染みたいなものだ。と、そんな僕らは高校もやはり一緒の学校に進学した。そうして僕らが高校に入学した日の帰り道。いやー、今日から高校生活が始まるな。と、僕は小石に話しかけ、小石が、うん、そうだね。これでかれこれ雪のりとは10年の付き合いになるのかな？と返すという風にいつも通り帰路をたどっていた。そしてしばらく歩いた時にいきなり小石が立ち止まってこっちを振り返ってきた。僕がどうしたのかと思って立ち止まると小石はいきなり僕に抱きついてきた。僕は何が起こったのかわからずに、え？と困惑していると小石が、大好き、雪のりさえよければ付き合ってくれない？全く恥ずかしげもなく告白してきた。そして無事僕は落とされて、いいよとあっさりと答えた。今ならわかる。この時あのまま友達のままでいたら今のようなことにはならなかったということに。しかしこの時の僕はこんなことになるなんて微塵も思っておらず、初めて彼女ができた僕は喜んで小石と一緒に家帰ったのだった。こんな感じで唐突に告白されて付き合うことになった僕たちだったが、ずっと一緒にいたこともありいい感じに過ごせていた。こうして高校生になってすぐに付き合い始めた僕らはその後も関係が冷えることもなく高校3年生まで付き合っていた。そして高3の夏、僕らは受験を間近に控えていたため一旦距離を置くことにした。まあ距離を置くと入っても毎日電話なんかはしていたので全然話したりしていなかったわけではないのだが、と、そんな感じで受験勉強をした結果、僕たちがそれぞれの志望校に合格してからは小石とあまり会わなくなってしまった。僕は、まあそのうち会えるだろうからその時にまたゆっくりと話そうかなと考えて、とりあえず大学で単位を落とさないように必死で頑張ったのだった。そんな感じで気がついたら小石と会わなくなってから半年が過ぎており、そろそろ小石と会いたいなと思い始めていた頃、突然僕の携帯が鳴った。ん？誰だろう？と思って電話に出てみるとかけてきたのは小石だった。僕は、ああ、小石か、久しぶりだな。と、話しかけるも小石の方からは何も返ってこない。あれ？どうしたんだろう？と思い僕は、おい、どうしたんだ？何か喋ってくれよ。と話しかけた。すると電話越しに小石は、あはは、よかった。ちゃんと私のことを気にしてくれてる。まあ寂しくなって毎日会いに来ちゃってたんだけどね。と言って電話を切れてしまった。僕は電話が切れてすぐに外を見た。するとそこには小石がどこかに歩いていく姿が見えた。え、まさかずっと見てたわけじゃないよな。まさかそんなことはないよな。と、自分に言い聞かせて小石を見つめていると、小石がいきなりこっちの方を振り返ってきた。そして目が合うとニコッと笑ってそのまま闇夜の中に消えていった。僕は怖くなってすぐに家を出てスーパーに行くと、一週間くらいは暮らせるくらいのものを買い込んで家に籠城することにしたのだった。そうして買い物を済ませて家に帰ってきた僕は再び窓の外を確認した。すると家の真正面の通りに小石が立っていてずっとこっちを見つめていた。で、あいつまだあそこにいたのかよ。と僕は気持ち悪くなってカーテンを閉めた。そしていつもは結構遅くまで起きているのだが、この日は怖くて。朝になったらさすがにどこか行くだろ。それまで耐えたい。と言ってさっさと布団を敷くとその中に潜り込んだ。そうして布団に潜り込んだ僕だったが結局その日は眠れず、布団の中で怯えていた。するとちょうど日が越えたあたりに玄関の方から突然部屋の郵便受けが開く音がして何かが入れられたような音が部屋の中にこだました。僕は新聞を買っているので、もう新聞が届く時間なのかな？と思い、僕が玄関の方へ行った。そこには郵便受けからこっちを見ている小石がいた。そして僕の方を見て、なんで開けてくれないの？こんなに小さなところは通れないよ。と言いながらこっちを見つめてくる。僕は、うわぁ。と言って布団のあるリビングへと戻り、玄関とリビングの間にあるドアを閉めた。小石はタイムを延々と鳴らしてきた。そしてその音は僕がいるリビングまで鳴り響いてきた。僕は布団に頭から入り込んで、ああ、もうやめてくれ、どこか行ってくれよと必死に願っていた。そうしてしばらくその恐怖に耐えていると、突然チャイムの音が鳴らなくなった。本当なら安心するのだろうが僕は何か嫌な予感がしたので、玄関の外を覗いてみた。するとそこには考えられる最悪の光景が広がっていた。小石は自分の腹をナイフで刺してその場に倒れていたのだ。僕は一瞬何が起こっているのか理解できなかった。しかし、目の前で倒れている小石を無視することはできないので、僕は急いで救急車を呼んだ。そして救急車を待っていると小石がうっすらと目を開いてか細い声で一言。やった、やっと出てきてくれた。
しかったんだからね。と言った。それを聞いて僕は、こんなことしなくてもちゃんと来てくれたら喜んで出たのに、とつぶやいた。そうしてしばらくして救急車が僕の家に到着した。しかしもうすでに遅く、その後すぐに小石は帰らぬ人となってしまった。そして僕は警察から取り調べを受けたが、近所の人の証言や防犯カメラの映像を確認した後に解放された。しかし、警察から解放された時の僕は小石を失った悲しみからもう抜け殻のようになっていた。そして、あはは、あの時僕が出ていれば小石は腹なんて刺さなかったのに、なんであの時僕は出なかったんだろう。とそんなことをブツブツ言いながら家へと帰ると、キッチンから縄を取り出して天井のシャンデリアにくくりつけた。その後、僕は部屋を片付けて衣装カット、椅子をその下に持ってきてその上に立って自分の首にその縄をくくりつけた。そして、ごめんな、小石、僕があの時出ていれば、でもこれからはずっと一緒だよ。と言ってその椅子から飛び降りた。そして僕の意識はどんどん闇へと落ちていくのだった。はっと目を覚ますと僕は小石に膝枕をされていた。あはは、小石、ごめんな、あの時僕がもう少し早く開けていればこんなことにはならなかっただろうに。と僕が言うと、私もごめんね、でもなんかいきなり忙しそうで会えなかったし、本当に寂しかったんだからね。と答えてきた。その言葉を聞いた瞬間僕の目からは大粒の涙がこぼれていて僕は小石に抱きついた。そしてそんな僕を見て小石は優しく、そんなに泣かなくてもこれからはずっと一緒だよ。と言っていた小石だったがその顔は泣いていた。そして僕らはしばらくの間二人で会えていなかった半年を埋めるようにしばらく抱き合っていたのだった。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れ